生根神社は、大阪府大阪市住吉区住吉にある神社。式内社で、旧社格は合社。住吉大社元拙者である。通称は、奥の天神、奥天神。祭神は次の一柱。祭神について、説明書図や、住吉名称図では少なびこなの命とする一方、新名庁交渉では勝つ,つ彦根命とする説を挙げる。創建は不詳。 社殿では、住吉大社の創建以前から鎮座するというが、住吉大社神代記に当社に関する記述は見えない。新昇格直府省大道元年朝によれば、当時の生長身には神戸として大和国から一個が当てられていた。延長5年成立の演技式新名朝では、摂津国住吉軍に生根神社大月寺にいなめとして、式内大社に列するとともに、 朝廷の月次祭、新鍋祭りでは平白に預かる旨が記載されている。文明14年には境内に天馬宮が祀られ、この天馬宮が信仰を集めたため生根神社自体も奥の天神と通称されるようになっていた。慶長年間頃には現在の本殿が造営された。江戸時代は住吉大社の拙者として推移しており、住吉松葉大器には節末部に、 北天神社として、住吉神宮寺の社像が奉仕する旨と共に、記されている。明治維新後、明治5年に、住吉大社から、分離独立の上、近代社格制度において後者に列した。また明治40から44年には、近隣の祭神社2社、竜王神社、種菓子神社が、境内に移されている。本殿社殿の内本殿は、慶長年間頃の造営。 流れ作りで、正面には千鳥東ハフを伏す。屋根は日和田吹き。この本殿は、桃山時代の建築様式を残すことから、大阪府指定有形文化財に指定されている。境内の勾配殿は住吉大社神宮寺の回廊を移築したものと伝わる。また、かつて建てられていた小柱観音堂の礎石が、境内に伝生されている。天馬具境内社として、次の御社がある。 拙者抹社生寝神社で年間に行われる祭事は次の通り、ありがとうございます。